スターチャンネル解説の木村奈穂子です。これからご覧いただきますのはモーテル、ケイト・ベッキンセール主演のスラッシャーホラー、2007年のアメリカ映画です。主人公はお互いの関係が危うくなっている夫婦なんですが、ある日車の故障で田舎町の怪しげなモーテルに迷い込むんですね。現れたのは不気味なマネージャー、聞こえるのはフロントの奥から聞こえるおぞましい叫び声。選択肢のない状況で2人がチェックインしたモーテル、そこで案内された部屋はハネムーンスイート、部屋番号は911だったんですね。その部屋で一体何が起こるのか、そこで2人が見るビデオとは。さてホラーには欠かせないスクリーミングビューティーはケイト・ベッキンセールです。ホラークイーンから始めてメジャー映画へとステップアップする女優はいるんですが、ベッキンセールはすでにパールハーバーでブレイクしておりまして、アビエーターでは往年の大女優エヴァ・ガードナーの役を演じたり、その後も主演ヒット作品が数々あるイギリスナンバーワンの美貌です。ステータスにこだわらずホラークイーンを演じるベッキンセールの女優としての姿勢がなかなかいいですよね。ハンガリー系の監督ニムロッド・アントルがハリウッドにないテイストを出してアメリカデビュー作として打って出た恐怖の勝負映画モーテル、あなたのハートには何が残るでしょうか。エンディングクレジットの後にまたお話ししましょう。